人生は行き先の決められないヒッチハイクみたいなものだ。ハンドリングは人任せ運任せ、思い通りにはなるもんじゃない。バカじゃない？所持品検査！やだやだ返して！はい、これも没収。ボッシュ始まるだろこれ、ほらはい、ボッシュはい、もう一丁ボッシュボッシュはい、ボッシュだ。お前お前もあるんだボッシュ。はいはい、サンキューサンキュー。ほら、ボッシュー。先生、そんなのひどすぎます。
なんだ、空の稽古。お前は誰にあげるんだよ。え？いや、俺見られても。恵子さんがあんたと付き合いたいんだって。まさか、断らないよね。クラスには他にろくな男子いないし、水島くんならギリギリオッケーじゃない？それ褒めてんの？彼女とかいるの？いないけど。じゃあ決まりね。水島モテモテだな。反抗的な態度じゃねえか。やめてください。お前もだよ裏の警官。いくら親父が共同だからってな、特別扱いしねえからな。科学、物理、生物学の教師でもある親バカダメ教師。あの、千山先生、学業に関係なく私物校内に持ち込むべからず。校則ですよね、教頭。はい、おっしゃる通りですということだ、恵子な。チョコはまたパパが買ってあげるから。あの先生怖くてさ、もう粘着質でひがみっぽいんだよ。聞こえてますけど。なりましたね、休み時間。じゃあ私はこれで。結構頑張れよパパ。学業に関係なき私物は私が責任持ってゴミに出すよ。チョコ募集どう思った？ちょっと母さん、ちょっと母さん。キリコ部長はどう思いました？帰りたい。どこに？土に。みんなも切りたいよね。切りたい。じゃあ急に切ると体に良くないから準備体操から始めるよ。はい。じゃあ腕出して手首の体操はじめ。それ1、2、3、4、5、6、7。あさあ疲れたからもうやめ。超気分かった。団結力高めるためのコールいくから。はい、張り切って腕切って、塩分カットリストカット。みんないい感じ。大会まであとちょっと。切りすぎません動脈まではの気持ちで頑張っていくよ。はーい、いくよ。肩持って腕切って。はい、肩持って腕切って。それ、浅っ切れ、浅っ切れ、深っ切れ、深っ切れ、思い切り、思い切り、張り切って、張り切って。自己主張、自己主張。またシュート待って。水島ジュゴン君、足速いんだね。えっと
誰だっけ。クラスメイトだよ、アルカドモナミ。ほら転校生の。ああ。アルカドモナミです、よろしくお願いします。この学年末も押し迫った時期の転校生、しかも美少女。普通なら思い切り目立ちそうな属性だけど、アルカドモナミは目立たなかった。いても誰も気に留めないし、いなくなっても気づかない。実際教室にいないこともしばしばで、本人によると、だって今日はお天気が良すぎて太陽が眩しいんだもん。じゃあその変なマント前の学校のして。ううん、これはお母さんの形見、いろいろ役に立つんだよ。ちょっといい？え？え？これチョコレートもらってくれる？無事だったんだ。所持品検査？ね、私目立たないし、チョコも小さいから見つからなかったんだと思う。そうなんだ。私勇気がなくて、こんな小さいチョコしか用意できなかったんだけど、逆にそれが良かったみたい。うん。だからね、これは神様がちゃんと渡しなさいって言ってくれてるんだと思って。うん。とにかく受け取ってね。この味どっかで。そう、慣れない台所仕事で包丁で指を切ってしまって、思わず舐めた時のような。てっちかよ。なんだ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 。言ってっけど、ガングロギャルじゃなくね？行き過ぎでしょ。黒チカルあたしたちガングロギャルだよね。そうやってみんな行きたいなってここに来たんだよね。ねえみんな、ねえ。あんた、オバマの言葉忘れたの？チェンジ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  Yes we go Yes we go Yes we goGrupa, grupa, 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 grupa
水島くん、おはよう。3日も休んじゃって、もう大丈夫なの？やっぱりまだ調子悪そうだよ。うん。話って何？うん、何から話していいのかな。でもよかったね、拒否反応も大したことなかったみたいで、体質的に合ってたみたい。ちょっと待って、何の話？だからチョコレート。そう、チョコレートなんだよ。あの赤いクリーム、あれ何？レシピ公開して。あれあれはね、私の血なの。え言っちゃった、恥ずかしい。それ恥ずかしがるところじゃないから。なんでそんな気持ち悪いことするんだよ。だってジュゴン君のこと好きになっちゃったんだもん。だから私と一緒に生きてほしいなと思って。わけわかんねえし、俺あれ食べてからおかしくなっちゃったんだよ。ん？また今度にしてくれる？今日は日差しが強くてあんまり外にいたくないの。水島くん、あの転校生と何話してたの？結構あのチョコの中にそのチョコ？あの転校生水島くんにチョコなんかあげたの？恵子さんだって渡せなかったのに。水島くん、それ食べたの？食べたの？どうなの？噛みつきたい、血が飲みたい。ってやばいよ俺。水島くん、どうしたの？あ、いや、なんでもないから。このカッターの切れ味がいいねと君が言ったから、今日は私たちのリストカット記念日。あ、部長。何？部長に3人からプレゼントがあります。どうせカッターでしょ、持ってるし。全く違います。これほうれん草、しかも無農薬。部長貧血気味だから。ありがとう、ありがとう。部長、あの部長のいつものやつ見たくなっちゃいました。キリコ部長のちょっと切るとこ見てみたい。それカットカットカットリストカット、カットカットカットリストカット、カットカットカットリストカット。乗ってきた。カットカットカットリストカット、カットカットカットリストカット。横切り乱れ切り。はい、バイオリン、バイオリンが私リストカット界のキリスタンになる。うわー、いるぞあのめまいがひどくて、あと頭痛も。あらまあ、お薬あげようか、それともベッドで寝てく？この人はフェロモン系保険のお姉さん、みどり先生。憧れている男子生徒も多いらしい。こっちね。そろそろ血が飲みたかったりしない？ここにいたのか。うん、順調順調。何が？だって血を飲みたがるなんて、まるで吸血鬼。私もね、っていうか私がね、吸血鬼なの。でね、私の血の入ったチョコを食べたジュゴン君も半分吸血鬼なの。もっと飲んだら完全な吸血鬼なれるから。なりたくないし。
い、どうぞ。あ、うまそう。水島くん、これどういうこと？いや、どうって言われても。あんた、転校生のくせに人の彼氏誘惑するなんてどういうつもり？ジュゴンくん、こういうのタイプ？性格悪そうじゃない？本人目の前にしてそういうこと言う。何？邪魔入っちゃった。ジュゴンくん、続きはまた今度ね。続き？確か新しく来た用務員。前の用務員は1ヶ月ほど前、勤務中に謎の失踪を遂げたんだっけ。ダメ教師とは世を忍ぶ仮の姿。我こそは世紀の天才科学者、アフラノケンジ、かのフランケンシュタイン大博士の後継者なのだ。あいつの日か生命の謎を解き明かしてくれるわ。ゴン太くんもあれだろう、天才の実験材料になれて嬉しいだろう。うん、おー、びっくりした。これ生きてんじゃん、緑くん。僕、死体を生き返らせるんだからさ、もうさっさと殺してくんなきゃ困るじゃない。では早速。こんにゃこんにゃ、
結構なお手前ってお茶とかお花じゃないんだからさ。死んでんじゃんこれ。生き返んないじゃん。はもう超つまんねえ。このところ内山先生の趣味は女性と相手のストーカーらしい。ちょっと聞いたんですけど、アルカドさん毎晩街に出て宴行やってるとか。なんだと？ちくりというか密告中傷。とにかく稽古の差し金だ。調べてもそうです。お前はやってないのか？やってます。やった方がいいんじゃない？だけどそれも長くは続かなかった。内山自身が行方不明になってしまったからだ。授業始まっちゃうよ。私は別にいいんだけど。うん。内山先生のこと？なんでわかったの？私の秘密を知られちゃったから血を吸って殺したんじゃないかって？いや、そこまでは言わないけど。ううん、その通りなの。マジ？君、こんな時間に女の子が一人でいると危ないよ。ねえ、どっか行こうか。お腹とか空いてない？空いてる。そう、何が食べたい？おじさんの血。え？ほら、これはちょっとまずいでしょ。てか、怖すぎだから。おじさん飲みすぎ。私まで酔っ払っちゃう。こんばんは、先生。夜遊びはいけないけど、覗き見もあんまり良くないと思います。
ほらあれ、内山先生の死体を今イゴールが焼いてるの。イゴール？あの新任の用務員のじいさん、知り合いなんだ。知り合いっていうか下僕？召使い。まあ奴隷みたいなもんかな。奴隷って、もしかして前の用務員もモナミが殺してそのイゴールさんが燃やしちゃったりしたわけ？ピンポン。ピンポンじゃねえし。だってほら下僕は近くにいてくれた方が便利でしょ。主に死体処理だけど。だからね、学校に入り込ませるには用務員がちょうどよかったの。そんなことより、どう？ジュゴン君は私と一緒に生きてくれる？時間が止まった気がした。私の名はアフロリカ、本当の名は田中花子。毎日特殊メイクをして学校に通っている。なぜ私は日本人に生まれたんだろう。世界で一番優秀な民族に生まれたかった。私は世界を目指す。そして100メートルを世界一速く走るガングロの王者になる。世界が私を待っている。日本から世界に羽ばたいてみせる。一緒に生きるってどういうこと？だからね、私の血を飲んで私と同じ吸血鬼になるの。そしたらずっと今の姿で生きられるよ。悪くないでしょう。十分悪い気がするんだけど。女の子がせっかく勇気出してバレンタインのチョコに気持ち込めて告白したんだよ。ちゃんと答えてほしいな。てかチョコに込めたのは気持ちじゃなくて血だよね。これが問題の血液か。みどりちゃんエロすぎ。あ、失礼しました。ですから
その癖おやめになった方がよろしいと。これか？ん？これが欲しいのか？ん？これか？これは素晴らしいぞ！我が研究の決め手になるに違いない！はい、皆さんいいですか？ゾユエン、はい、声出してゾユエン、ゾユエン、はい、ゾユエン、日本ではジュオンと読みますね。こういう映画あったと思います。これ見た人、はい、素晴らしい。あなたもあなたもあなたも素晴らしい。これパート2まで作られまして、アメリカでリメイク版作られました。これ、The Grudge、今の英語です。いいですか？ I repeat after me, The Grudge。 The Grudge、はい、今は中国語の授業なので漢字に戻ります。二人揃ってサボり、なんか怪しくない？パート2、村上監督ですね。村上健二監督、これは面白かった。紫塗りのおばけ。そんなの許さない！私の授業、何か問題あるか？邪魔すると呪われるよ。どこで手に入れたんだ？保健室の床です。2年 A 組アルカド・モナミのものかと。アルカド・モナミ、モナミ、転校生です。目立たない子ですが保健室の出席率は高いです。払いますか？もうみどりちゃん好きなんだから。アルカド・モナミ、一体何者なんだ？解剖したい。
どうなの？嫌だ。誰が吸血鬼なんかに。そう。じゃあ秘密を知ったあんたにも死んでもらうことになるんだけど。なります。吸血鬼にしてください。よかった。はい、また邪魔が入らないうちに。ね。どこここ誰これもしかしてモナミのお母さんママはねヴァンパイアハンターの追跡を逃れて地の果て日本にやってきたのじゃあこれがモナミここにいるのよでもヴァンパイアハンターはママを見逃してくれなかったフランシスコ・ザビエルってそうなの私の幸せは私が守る電車ディアボサンギドルサード人が3位だメングルガードモンド
からね。私はずっと一人で生きてきたの。お前っていくつだよ。そんなの数えてないよ。それよりどんな感じ？ん？何これ？大丈夫、生え変わるだけだから。ちょっと見せて。もうちょっとかな。はい、どうぞ。水島くん、その女から離れて。その女化け物だよ。そいつの血を見たの。生きて動いてた。吸血鬼だし。吸血鬼？水島くんも殺されたよ。それはないない、好きな人は殺さないって。それにもうジュゴンくんも吸血鬼だしね。ほら、そういうことみたい。何それ、そんなのありえない。何もかもあんたのせいなんだから。私の秘密知られちゃったし、手間が省けたっていうか。手間って言うなよ。でも誰かが私の血持ってるみたいなこと言ってたね。ちゃんと聞いとけばよかったな。そういう問題かよ。だがそういう問題だった。素晴らしすぎるぞ。これひょっとしたら我が研究はほとんど完成してるではないか。先生、大変です、恵子さんが。恵子がどうした？あ、生徒が。なんかこっち来るみたい。ちょっと面倒くさいかもね。これどうなってんの？
ね、これ便利でしょ。ご愁傷様です。やったやったぞ、ついに稽古の体を切り刻める。娘を持つ父親なら誰もが夢見るこの快楽、この至福、娘の愛する娘の肉体をもうぐちゃぐちゃに切って先生、それはちょっとヤバいんじゃないかと。うるさいんだよ、凡人ごときが天才の仕事に口出しするな。すいません、部品が足らん、すぐにパーツを集めろ。かくして都立東京高校は恐怖のどん底に叩き込まれた。連続猟奇殺人事件が起こったのだ。リストカット全国大会に優勝を果たしたばかりのリスカ部長細腕キリコは、その刃物も通さないほどに硬化した黄金の両腕を切り取られた。すでに黒人化しているガングローブ部長アフロリカは、まさに黒人並みの脚力を誇る、その両足が切り取られた。中国語教師毛古範は中国人であり、排気ガスの充満した大気の中でも呼吸ができる強靭な肺を持っていた。それは10本同時喫煙も可能なほどだったが、その肺が切り取られ、犯人は今やフェロモン系保険のお姉さんの仮面を脱ぎ捨て、サイコキラーの本性を表した緑先生だ。だが、立ち上がった東京高校拉致被害者を救う会と生徒会自警団の活躍に、差し物期待の殺人鬼も倒れたのであった。ちょっと顔貸してくんない？で、また拉致かよ。おなみ、遅いじゃない、来ないかと思った。本当言うとあんまり気は進まなかったんだけどね。おい、どっちが水島くんの彼女にふさわしいか、やっとあんたにも分かったってこと？それはどうかな。あんたまだ私と張り合う気？
転校生は目立たず出しゃばらずおとなしくしてなっつーな。そうしてるつもりなんだけどな。ねえジュゴンくん。いや俺に振られても。あんた口で言ってもわかんないみたいな。ディスカーブ黄金の腕を舐めないでよね。ガングラブの足もね。やるじゃん。そうこなくっち。かくして吸血少女と少女フランケンの恋をかけた戦いが始まるのであった。つか俺の気持ちとかそういうのは無視。モナミは私が解剖するのだ。さらなる研究の発展に欠かせぬ材料だからな。え？緑先生？
常識外れなモンスター対決に俺ごとき一階の高校生が駆けつけてどうなる。マントなきゃダメなんじゃ。破っちゃったりして
だよ。傷つけてくれちゃって。さすがボラビ、やっぱ最高だよ。俺も大好きだよ。待ってて、バサってやつやってくれ。ダメっぽい。なんで？はあ、
じゃあ二人とも死ぬ？バーカ、二人は無理でも一人ならなんとかね。私の幸せは私が守るの。モナミー、用務員風情が教頭に勝てると思ったか。おい、何やってんだ。早く降りてこいよ。そんなこと言ったってさすがに貧血なんだよね。時間が止まった気がした。モナミが落ちる、モナミが死ぬ、冗談じゃない。俺をこんな体にしておいて一人ぼっちにしないでくれ。このままの姿で何百年も一人ぼっちなんて俺には耐えられない。そう思った。そして気づいた。それからね、私はずっと一人で生きてきたの。モナミ、はい、これお前ずっとそんな風に生きてきたんだな。お前がどんな気持ちでチョコレートをくれたのか、俺全然理解してなかったよ。ジュゴン君のこと好きになっちゃったんだもん。だから私と一緒に生きてほしいなと思って。女の子がせっかく勇気出してバレンタインのチョコに気持ち込めて告白したんだよ。ちゃんと答えてほしいな。今なら少しはわかるよ。何百年の孤独はどれだけ寂しいか、絶望的なもんか。きっと藁にもすがる気持ちだったんだよな。イゴールさん、どこに？ああ、どこでもいいんじゃない？そりゃそうか。でも、とにかくモナミをもう一人ぼっちにはさせない。モナミには俺がいるし、俺にはモナミがいる。ずっと二人一緒だよ。
イゴールも死んじゃったしね。吸血鬼にしてあげても100年くらい経つとみんな急に年取って朽ち果てちゃうんだよね。きっとあんたもそうなると思うけど、まあそれまで私のことよろしくね、ジュゴン。え、それって俺ってただのイゴールの後釜ってこと？つうか奴隷？あの何？あのだから何？俺って何人目？そんなの数えてないって。
嬉しい。